価値の高いところに人は集まるです。もうこれもう絶対法則ですね。で、じゃあ価値って何なのっていう要素は、大体よ、大体人材採用の場合は2つなんですよ。で、何かっていうと、金か人です。これが人が働きたいと思うかどうかの要因の2つの要素です。で、お金っていうのは高い給料ですよ。高い給与のところには良い人材がたくさん集まります。例えば昔に比べて最近はベンチャー企業に人が集まりやすくなりました。ベンチャーは人が集まるんですよ。昔に比べてですよ。で、なんでかっていうと、最近はベンチャー向けのベンチャーキャピタルと呼ばれる資金調達力が昔に比べて優れた状態になったんですよ。要はお金が集まりやすくなったんですよ。で、お金が集まりやすくなるとどうなるかというと、ベンチャー企業は高い給与で人を募集するんです。だからベンチャーに優秀な人集まってます今。で、もちろん最初はベンチャーだから赤字なんだけど、優秀な人材がいるからむちゃくちゃその会社ってレバレッジが効いて伸びて、結局給料が高いんだけれどもちゃんと利益が出るような体制になる。これ最近のベンチャーの勝ち組のパターンですね。お金です。お金、結構ここをうやむやにしてる経営者多いので、お金じゃないよとか、それは働く側が言う分にはいいんだけど、経営者側が言っちゃダメです。そしてもう一つ、人。もう人はね、もう人の魅力ですよ。まあほとんどの場合は経営者ですよね。要はこの人と働きたいってやつですね。まあこれカモビズなんで、一番例えに使いやすいのは僕なので僕で言いますけど、うちの会社の社員、入社するときに給料がいくらか分かってから入社した人、手を挙げて。一人もいないんですよね。週休何日か知ってた人。社会保険に入れるかどうか知ってた人。ボーナスがあるかどうか知ってた人。お前ら何も知らねえじゃん。っていうことですよ。成長できる環境も人ですか。それはね、採用する前には分からないでしょ。それは入ってからしか分かんないよね。よく採用のページには書いてるんですけどね。うちは人を育てる企業ですとか言って、嘘ばっかだから。まあ、ワンチャン騙せたら採用できるけど、でも嘘だったら辞めるじゃん。だから僕本質的にはあんまり成長できる環境ですっていうのは、あんまり効果がないと僕は思ってます。しかも全員が同じように成長なんかできないもんね。するやつも いるし、しないやつもいるから。うん。古代広告ですね、それね。という意味では、もうね、この二つしかないと思った方が、迷わなくていいと僕は思ってるんですよ、経営者は。でだ。もし、これね、高い給与を払うのと、自分が魅力的になるの。どっちの方が簡単かによって、どっちを先にやるかを決めればいいんです。私はお金はないと。会社にお金ないけど、私の魅力はすごいんだという方は、自分の魅力で採用すればいいんですよ。でも私は自分の魅力ではなかなか今は採用できないんだったら、給与は上げなきゃダメです。私はまだ人間的魅力もないし、お金もないんですけど、どうしたらいいんでしょうか。一人で働けってことですよ。採用する資格がないんですよ。だからやんなきゃいいんですよ。人を採用しなきゃいけないビジネスを。ないんだから。あなたのところには価値がないんですよ。働く人にとっての価値ですよ。あなたに価値がないって言ってませんよ。あなたのビジネスに価値がないって言ってません。あなたは一人でやるべきタイミングなんですよ。両方ないんだったら。どっちか思ってなきゃダメなんですよ。もちろん両方あったら最強ですけどね。で、この辺をうやむやにしてる経営者が、ずっと人がいない、人がいないとか、有効求人倍率がとか、お前何人採用してんねんっていう、全く関係ないことを言い訳にして、文句たらたら言って、みんな人いなくて大変でしょうって言ってるんですけど、全然大変じゃないですよ。むちゃくちゃ集まりますけど。
これからのビジネスを伝える最強のツールは何といっても YouTube です。 YouTube ほどたくさんの情報を多くの人に伝えるツールはありません。他の SNS よりも何よりも今動画というものが最も情報量が多く含まれて信用がたまりやすいプラットフォームです。ぜひ YouTube を使ってあなたのビジネスを広げていきましょう。ビジネス YouTuber の学校で待ってます。あなたに出会えた奇跡を心に溜めてゆこう。